そろそろ頃合いかな。正義のヒーローが活躍するには悪役の君にも頑張ってもらわないとね。準備はできた？ヒーロー。忙しいところ悪いけれど、グレートサイヤマンっているじゃない、あの少し独特なノリのヒーロー。最近コントントに彼が二人いるって報告がちらほら来ているの。俺が調査をしていたんですが、なかなか真偽を確かめられなくて。あなたも手伝ってくれませんか？噂をすれば。え、彼ならついさっきサタンハウスに。時の裂け目を追って、追ってちょうだい。トランクス、あなたはサタンハウスに向かって。はい。新たな裂け目、どうか気をつけてくださいね。いやあ、この間ぶりだね。え？今回は何を企んでいるのかって？前に君たちと肩を並べて戦った時、正直結構楽しかったんだよね。それで最近正義のヒーローってやつに興味湧いちゃってさ。というわけで思い立ったら即行動。ヒーロー研究のためにちょっとした舞台を用意させてもらったんだ。とっても強い悪役を用意して、そこにヒーローを呼んで正義の熱いバトルを繰り広げてもらうね。すっごくかっこいいと思わない？せっかくだから君も見学していきなよ。ん？肝心のヒーローはどこにいるのかって？いない！さっきまで一緒だったのに。すぐ連れてくるから少しの間セルとご飯くんのこと頼まれてくれる？君ってばすっごく強いからなんとかなるよ。ご飯くんだって覚醒してるしさ。じゃ、よろしく。また後で。聞こえますか？今サタンハウスに行ってきました。こちらのグレートサイヤモンさんは本物でした。そうなるともう一人は一体何が起こるか分かりません。どうか気をつけてください。セル、あのオーラ、まさか。お察しの通り、フューの仕業よ。ちょっとフュー、この状況でどこ行くつもり？歴史はあなたのおもちゃじゃないのよ。フューの思い通りに動くのは尺だけど、このままゴハン君が倒されるとまずいわね。極悪化したセルなんて危険すぎるわ。なんとか抑えてちょうだい。今までとは比べ物にならない。僕たちではこれ以上。ご飯くんが襲われてる。このままじゃ。遅れてごめんね。彼はぐれちゃってたみたいでさ。ほら、急いで急いで。お待ちかね、ヒーローの到着だ。アクは絶対許せない。正義の味方、グレートサイヤマン参上。過去の自分を成長したヒーローが助ける。なかなか熱い展開でしょ。
でも君たちの本気はまだまだこんなものじゃないよね。僕はガンマ2号、君たちどこ？スーパーヒーローさ。おいお前たち、真面目に戦え。避けてみろ。すまん、ついもうちょっとで見られたのに。後でもう一回やってくれよ。絶対だぞ。悪は絶対許せない。正義のためにお前を倒す、それがスーパーヒーローだ。行くぞ。これでとどめだ。決まった。じゃないか、グレートサイヤマン。ああ、正義の味方の名に恥じない戦いぶりだった。いや、それほどでも。それを言うなら君たちだった。僕もあなたたちのような強いヒーローになれますか？もちろんさ。君の大切な誰かを守りたいという気持ち。おお、いいこと言うね。スーパーヒーローになった君と出会うのを楽しみにしている。あれ、そういえば僕たちの他にも誰かいなかった？せっかく仲良くなったところ悪いけど、この歴史はなかったことにさせてもらうよ。でもいいものを見せてもらったな。ヒーローってやっぱりかっこいいよね。さて、僕はあっちの計画に集中しないと。この歴史で吸収したエネルギー大切に使わせてもらうよ。帰ってきたわね。お疲れ様。あの子も全く人騒がせね。ヒーローに憧れてですか？ヒューも意外にそういったものが好きなんですね。だからってあんなにホイホイヒーローショーをされたらたまったものじゃないわ。それにどうも腑に落ちないことがあるのよね。腑に落ちない？ヒューの言っていたあの裂け目のことですか？そう、私たちが把握していない。少し探ってみるわね。今日はとりあえず解散よ。はい、お疲れ様。そこまでよ。なんだ、もう終わり？いいとこだったのに。お疲れ様です、二人とも。さすがですね。とってもいいデータが取れました。さすが。でもさあ、ドクターヘド、ちょっとばかしエネルギーの使い方が非効率的なんじゃない？例えば。けな、僕のガンマには余分なものなんて一つもない。いいか、あれはあえてだな。難しい話ばっかでよくわかんないな。なあ16号って、おい、でかいな。ふん。え、バカにしたでしょ今。ふんって言ったよね。ねえねえ、うるさいぞ2号。1号もひどい。聞いてよ21号、こいつらがさ。聞こえてる？うん、通信は問題なさそうね。危険な中一人での潜入になってごめんなさいね。分かってると思うけど、ガンマ1号、ガンマ2号、彼らには共闘した時の記憶はないわ。敵に回すと厄介よ。
絶対に見つからないように調査してちょっと。どうして彼らが西の都に？ピッコロさん、急に黙ってついてこいって言われても困りますよ。どうしたんですか？ち、見つかったか。はぁ？ピッコロさん、その姿一体？話は後だ。あれを見ろ、ご飯。尻尾を出したらブルマ一味め。今日は偵察だけのつもりだったが、相当作戦に変更だ。ガンマ、人造人間16号、お前たちの力見せてやれ。ブルマ一味、すごい気だわ。皆さん、どうか気をつけてくださいね。それにしても、なんだかデータにない顔ぶれもあるような。データになくても、全員倒せば問題ない。極悪組織なんかにヒーローは負けないぞ。極悪組織。どうなってるの？どうして人造人間16号、それに21号までこの歴史に？しかもレッドリボン軍がゴハン君たちと会うのはもっと後のはずなのに。とにかくレッドリボン軍がここにいるのはとてもまずいわ。追い返すわよ。なんだこれは。シェンロンのやつ、ずいぶんおまけしやがったな。申し訳ありません。強敵相手によくやった。一時撤退だ。待ってください。博士、私たち何か大きな誤解をしているのでは。おっと、そう来たか。あなたたちはもしかして悪い人ではないのでは。21号、それは、はっ、なんだ博士、21号無事ですか？なんとか。それよりも大変なんです。研究所のタンクが急に破裂してセルマックスが起動してしまいました。え、なんで？もしかして研究の負荷にタンクが耐えきれなかった？今はそんなこと考えてる暇ないよね。どうしよう、このままだと正しい歴史通りに。
みんな悪いけど一時休戦だ。今からセルマックスをどこか遠くに転移させる。別の場所に。僕からすれば本来の歴史に近づきすぎると困るし、それにこうすればタイムパトロールだって改変を抑えるために僕に協力するしかなくなる。戦力は多ければ多いほどいいからね。悪いけどみんなまだまだ一緒に戦ってもらうよ。なんて大きさだ。ガンマ、お前たちは回復が先だ。一度下がっていろ。しかし今言っても俺と同じ足手まといだ。それにヒーローは遅れて登場する方がかっこいい。了解した。2号もいいな。ああ華麗に復活してみせるさ。博士、セルマックスを倒すにはやはり弱点を突くしか。うん、それしかないだろうね。頭だ、みんな頭のてっぺんを狙ってくれ。頭のてっぺん？頭を狙えって言ってもこれじゃ早すぎる。しかも攻撃が効かない。私たちの研究のせいで。おい21号、どこに行くんだ。私も皆さんと一緒に戦います。21号助かるよ。これなら。いや、俺たちの消耗の方が早い。このままでは。止めないでくれ。僕がこうするしか方法は。16号、いけない、止まるんだ。これが俺の運命なんだろう。この歴史に俺は必要ないからな。ただお前たちと過ごした時間は案外悪くなかった。先日拾ったんだよね。これ今のピッコロに必要なものだと思うな。君も最後まで戦いたいよね。
はい、口開けて。えっ、これでよし。ベルマックスの動きが鈍ってきたぞ。ピッコロさん、この一撃に全てを込めろ、ロハン。はい。魔漢コーサッパを守るために。あの時みたいに身を挺して僕たちを助けてくれたんですね。無茶するなって口うるさかったけど、結局自分が一番無茶してんじゃん。あいつも立派なヒーローだったな。いや、ただのヒーローじゃない、スーパーヒーローだった。ええ、本当に僕も16号さんみたいに大切なものを守れる、そんな人になりたいです。いい目標ができたな。私たちも彼に恥じない立派な人造人間になってみせる。ああ、それにしてもヒュー博士遅いな。後片付けしてくるって言ってたけど。止めるな。俺が行かないとこのままでは。まさか。ダメ、止まってください、2号さん。うわあ、任務を完遂するまでがヒーローの役目。その息だ。全力をぶつけてやれ。はあ、二号。世話になったな。我々はあなたたちのことを誤解していたのかもしれない。それは俺たちも同じだ。あいつは自分の全てをかけて地球を守った。私たちは彼を止められなかった。でも、もしもう一度やり直せたとしても、ヒーローとして。21号、俺たちは今の俺たちにできることをしよう。ええ、16号さん、1号さん、博士、仲間同士、みんなありがとう。それにしても、ブルマ一味は全然悪の組織なんかじゃなかった。レッドリボン軍は何か勘違いしてるのか。
僕はこれからそれを調べようと思う。はい、誤解が解けてよかった。僕またトレーニングを始めようと思います。いざという時、パンやビーデルさんたち、守りたいものを守れるように。よく言った。いつでも力になってやる。そういえばフィウ博士遅いですね。ああ、幸せな歴史って言ったって。悪いけど、仕切り直させてもらうね。君たちには改変は悪でしかないんだろうけど、もっといろいろな歴史の可能性に目を向けてみてもいいんじゃない？まあ、今回のところは諦めるよ。また近いうちに、今度はもっと完璧な計画を立ててみせるさ。うん、無事に帰ってきたわね。トランクスも任務お疲れ様。ありがとうございます、時の海王神様。それに暴走したセルマックス、とんでもないパワーだったそうですね。無事でよかったです。大変な時に力になれずすみませんでした。なーに言ってるのよ。あなたはあなたの任務を全うしてくれたでしょ。これからもバリバリ仕事してもらうんだから。頑張ります。それにしてもフューのやつ、また証拠りもなくかき回してくれたわね。まあ、ひとまずは解決よ。二人ともゆっくり休んでちょうだい。はい、では失礼します。幸せな歴史ね。気持ちはわかるけど、どんな理由であれ歴史の改変は許されないのよ、フュー。